皆さんこんにちは。さあ今日はですね、先日紹介したこちら覚えてますか？ソニーのね VlogCAM ZV-1 なんですが、これのねカスタムがねだいたい固まったので、今日はねその辺紹介していこうかなと思います。まあ実際このカスタム自体の動画はね過去にもう上げているので、右上の方にカード貼っておきますので見てほしいんですが、前回とね大きく変わったのがね、ここになりますね。はい、このレンズのこの出っ張りの部分、ここですね、ウランジの、ワイドコンバージョンレンズなんですが、さらにその先に ND フィルターをねかましています。で、前はですね ND フィルターの後ろにこのねステップアップリングかましたんですが、今回ぴったりなサイズを見つけることができました。で、その ND フィルターなんですが、こちらですね、はい、いつもの K&F コンセプトのナノ X 可変 ND フィルターですね。で、大きさは 58mm で ND2 から32のやつをね買いました。というのもですね、この ZV-1 内蔵に ND8 ありますので、それとこのね32を組み合わせるとね最大256までね ND かけることができるんですが、まあそこまでねやる必要はないと思うので、ほんとねちょっと ND フィルターこれ足りなかったらここにもう一個足して少し回してやるだけでも、多分ね、よっぽどピーカンデリのね、火でもない限りは問題ないかと思います。で、 ND フィルターがね前についたことによって、このねレンズのこの直径というんですか、これが少し大きくなったことによって、レンズプロテクターもね新しく買う必要が出てきました。そこでね 62mm の、サイズをね買いました。なのでちょっとこれややこしいんですが、 ND フィルター自体は58mm なんですが、このレンズプロテクターはね一回り大きい 62mm をね買ってください。じゃないとねこの前の方にこうピタッとね合わないんですよ。ここはね少しまあ分かりづらいというかややこしいかなと思うんですが、まあまあ一つねこれ一個買ってもらうだけでね問題はないです。さあ、でこの状態でさらにジンバルですよね。うちのチャンネルといえばねジンバルすごく扱ってますから。で、ジンバルは今回はねこのフェイユーテックの G6 Max をね選びました。で、 G6 Max ねすごくいいジンバルなんですが、1個ねこれ弱点っていうのは、このクイックリリースプレートが非常に使いづらくて、まあジンバルからカメラを脱着するのはねすごく難しいんですよ。なのでこれもね過去に紹介したんですが、ウランジのファルカム F38 っていうねこのクイックリリース、プレートをねつけました。これであればカメラをグッと押し込むだけで、よいしょ、はい、簡単にね装着することができますし、使い終わったらこうグッと押してスポッと外すことができるので、すごくねこれ運用面ね助かってます。ちなみにねこのファルカムの F38 だけじゃなくて、過去にね、うちのチャンネルでも紹介したねこのスモールリグのジンバルとかにね最適化したアルカスイスのクイックリリースですか、これもねまあまあクランプもいいんですけども、これのね一個弱点がありまして、このアルカスイス互換のプレートを差し込んで回すときに、このプレートがちょっとこれ画面でね分かりづらいんですが、斜めでね、はい、こんな感じにこう斜めになって実はね固定される場合がね結構あるんですよ。で、なおかつこれある程度こう前後幅ですか、この前後をね、調整できてしまうんで、ジンバルに乗っけた時結局このプレートに乗せてまた前後バランスこのね、クランプの上でカチャカチャやらなければならないので、ちょっと手間もありましたし、ちょっと安全面もね問題がありました。でもこのねファルカムの F38 であれば、この一回グッと押し込めばカチッとロックされるので、こう前後のバランスを取る必要がないんですよね。もうここで決めちゃってますから。で、外す時もこの横のボタン一回押しながら引っ張れば外せますし、まあなんだったらねこの横のロックボタンか、これをねグッと上に引っ張り上げれば二重でロックかけることができるので、まあ安全面もね多分こっちの方がねいいかと思います。なので僕は最近はですね、ほとんどもう、全てのジンバルとか三脚にねこの F38、クイックリリース、プレートですか、これをね使うようにしています。ジンバルに乗せてみるとこんな感じです。すごくね親和性が高いっていうんですかね、やっぱり元がコンデジですから、多少こうねコテコテついたとしてもミラーレスよりかもジンバルはねかなり余裕がねあります。ロールパンヒルト全部がねしっかりと保持されているので、まだまだモーターにはね余裕がありそうです。はい、さてですね、じゃあ次は前回ですねこの手ブレ補正に関してジンバルがあって
ったとしてもこれね、アクティブでやってたんですよね。でアクティブでやると結構、価格って狭くなるじゃないですか。でジンバル乗せればもしかしたらこれスタンダードでも使えるんじゃないかと。でスタンダードにしてワイコンをつけてさらに ND フィルターをつけるとこの画面の四方が少し切られてしまうって話やったんですよね。でその切られてしまう原因がこの ND フィルターの後ろにつけていたステップアップリングが原因じゃないかと思ってるんですよ。で今回このぴったりのサイズの、ND フィルターをつけたのでもしかしたらこれね手ブレ補正スタンダードでも四方が切られることなく、使えるかもしれません。ではですね実際外に出て、まあ、このね、前についてる ND フィルターと内蔵の ND フィルターのこの効果っていうのも確認しつつ画面の切られがね、スタンダードでも出ないかちょっと見ていきましょうか。はい外にねやってまいりました、どうでしょうか。おっと太陽がちょうど後ろにあって見づらいですね。はい今はですね 4K の 30fps にして手ブレ補正をねスタンダードにしています。でウランジの、ここの前にね、W なんちゃら1 あのワイドコンバージョンレンズそれと ND フィルターをね、かましている状態ですね。どうですか画面の端々蹴られとか見られますかね。ちょっとごめんなさい僕のねこの画面だったらねすごいこう今こう 4K にすると ZV-1 の内蔵の、画面で暗くなっちゃうんですよね。だからわかんないです。なんか、蹴られてるかな。少しね分かりづらいところがありますね。はい。で現在はですねこれ ND フィルターのみなので、ND8 の状態です。だから、今ね、F 値が 9.5 になってるの で、背景はあんまりボケないですね。でシャッタースピードは60分の1に固定してるんでちょっと微妙ですよね。では内蔵の ND フィルターをオンにしてさらにこの、外付けの ND フィルターもオンにしてみましょう。さあどうでしょうか。内蔵の ND フィルターもオンにして外付けの ND フィルターも、つけて今ですね F 値が1.8 と 2.0 をずっと行き来している状態ですね。だからほら背景とかどうですか。さっきに比べてめっちゃボケてません。ちょっとこの画面からじゃ分かりづらいですけども、はい、こんな感じにすると分かりやすいかな。より遠くが見えるんで、さあこれであればですねあの自撮りの時とか背景を思いっきりぼかしたで、撮影方法もこの ZV-1 野外でねできるかと思います。今ちょうど夕方のね4時ぐらいなんですがまだまだ日が高くてね眩しいですね。はい、なので帽子とかは必須の状態ですが、どうでしょうか。ちょっと画面ね正面向けてみましょうか。さあ正面を向いて今ねまっすぐ歩いていますがどうでしょうか。画面の四方に蹴られはあるかな。ちょっと今この青い空があるんで真上向けてみましょうか。はい、これでどうですか。画面のなんか画面の端っこ一番左端と右端なんか黒いの見えますね。あ、やっぱり蹴られますね。なのでワイコンつける場合はですねやっぱ手ブレ補正はアクティブの方がはいいいみたいです。ちょっとねこれに関しては残念ですね。でもですね、はい、このね内蔵の ND フィルターとね外部の ND フィルターどっちも使うとすごいね野外でも開放で撮ることができるのでご覧ください。こんな感じでね、はい、拙者とかすると背景がこうブワーってぼやけるじゃないですか。こういったのもね、すごい外で撮りやすくなるのでこれはなかなかねいいんではないでしょうか。さあ手ブレ補正をねアクティブにしてみましたが、どうでしょうか。さっきよりちょっとだけ画角が狭くなりましたね。今画面をぐーっと上に向けて、今ね画面の端々を見ていますが、はい、蹴られは全くない状態です。この状態で自撮りやってみましょうか。さあ手ブレ補正をねアクティブにして、自撮りをしてみますがどうですか。さっきに比べて、どのくらいね価格が狭くなっているでしょうか。で僕はジンバルを持ってさらに三脚の先っぽを持ってぐっと手を一番伸ばした状態、これがねアクティブにしてワイコンをつけた状態の画角ですがね、はい、どうでしょうか。まあこのくらいね画角取れてればそこまでね違和感はないというか、本当 ZV-1 唯一の弱点であった画角の狭さっていうのはね、まあ、かなりね解消できてるかなっていうふうに思うんですけども、はい、皆さんの目にはねどんな風に映ってるでしょうか。まあ、確かにね GoPro とかね DJI ポケットの広角のね画角に比べるとかなりね確かに狭い感じはありますよね。そこはしゃあない。お、そして向こうにあれね北連丸って船があるんですけど、確かあれね人乗せる船じゃなくてこの飼料工場ですか、この辺り確か日本でね一番大きい、飼料工場があるんですが、それのね乗せる船みたいですね。ここ本当工業地帯で僕も初めて来るんですが、もう周りはね全部工場と港と、はい、大きいねこういう、貨物船だけそういう場所ですね。なんか全部が巨大なサイズでなってるんで、なんか巨人の国みたいな、感じですが、どうでしょうか。
そうですね、できればねこれ手ブレ補正スタンダードで使いたかったんですが、やっぱりね蹴られてしまいますね。かといってズームしてちょっとね画角を狭めてしまうと、F 値がね一気に 2.4 とか 2.3 になってしまうんで、だからもう本末転倒な状態になってしまいますね。 ZV-1 だったらね、F 値を 1.8 にして、で開放で撮ってこう背景 ぼやかしてでちょっと Vlog もね撮りたいじゃないですか。だからねちょっとこのねズームして撮る使うっていうのはあまり考えてはなかったです。はい、さあですね、だいたいこの絵っていうかね、画像は撮り終わったんで、そうですね、じゃあ一旦ね家に戻ってみてこの映像どんな風に映ってるかね僕も確認してみたいと思います。はい、ということでね家に戻ってきて映像の方を確認してみました。やっぱりこの ZV-1 いいですね。でですね、ちょっとやっぱ思った通り手ブレ補正をこれスタンダードにしちゃうと、ワイコンつけて ND フィルターつけると、どうやらですねやっぱ蹴られてしまいましたね。前回はねこのステップアップリングが悪いんじゃないかって言ってましたけども、もう ND フィルターをつけるだけで蹴られてしまうので、まあこのね2つ、ワイコンと ND フィルター使うときは手ブレ補正はアクティブでねやっていこうかと思います。で自撮りに関してなんですが、この状態でぐーっとね手を伸ばしてこのくらいかな、はい結構伸ばしますよこのくらい伸ばせば、まあそこまでねその違和感のないその画角で撮ることが、できました。それでもやっぱり GoPro とかね DJI ポケットに比べると1段階くらい狭いかなっていう感じではあるんですが、まあそれでもね全然許容範囲内でした。で、このやっぱサイズ感ですよね。まあ、本体コンデジなんで、仮にね、いろいろごちゃごちゃつけたとしてもね、このくらいで済みますから、まあ、これであればね、旅行カバンとかに入れて、こうね、常時持ち歩くって言ってもギリギリね、許容できるっていうか、まあまあね、なんとかなりそうですよね。で、別にこれジンバル使わなくても、これね、取っ払って、三脚とかにつけて、こうね、もう お店の中にこう置いてご飯食べるシーン撮ることもできますし、ND フィルターもこうパッとすぐ外せばね、ワイコンだけで運用もできるんで、まあこれでねカスタムとしてはね、一つ完成なんではないでしょうか。でこのね L 型グリップでバッテリーボックス問題もね、なくなりましたし、ほんとね、今後はちょっとこう旅行とかねちょっとお手軽、ビデオブログ的なものを撮るときはこの ZV-1 とねこの小型ジンバルの組み合わせで、やっていこうかなと思います。で今回ね紹介したこういった、カスタムパーツに関しては動画下の概要欄の方にね全部記載してありますので、ぜひ、ね、そちらも合わせてご覧になってください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。で今後ですね、こんな感じで ZV-1 とか撮影機材デジタルガジェットありましたらどんどん取り上げていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。